婚してもありがとう。お疲れ。アイス。花束も。ありがとう。こんばんは。中村舞です。今日は、帰りにスーパーに寄って、でなんか作ろうって思って、でいろいろ考えてたら、なんか姉が蒸しパンがいいみたいな言ってて、で蒸しパンいいねってなって、蒸しパン作ろうと思って蒸しパンの材料を買って家に帰ったんですよ。でさあ作ろうかなと思って、そう、なんか材料をこう確認してて、作り方も確認してたんですよ。そしたら蒸し器がなかったんですよ家に蒸し器がなくって、あ、蒸し器がないわーと思って、でじゃあなんか代用できるかなと思ったんですけど、ちょっと無理で、ちょっと無理そうだったんですよ。ちょっといろいろ考えたんですけど、ありがとうございます。で、あ、確かに蒸しパンって書いてあるぐらいだから、確かにあの蒸し器がいるんだってちょっとそこで思って、鍋でできない、いやなんかね感じねって、そうなんですよ。でなんかそう代用できないかなと思って、ちょっといろいろとこの家にある調理器具を見てやってたんですけど、ちょっと無理そうっていうか、なんか失敗しそうな感じがあって、いやなんか頑張ればできそうなんですけど、ちょっと失敗しそうなんで、ここは作るものを変えようってちょっと思って、ありがとうございます。で、まあこのこれも買って帰ったんですよ、蒸しパン作ろうと思って。そうだからこれ使ってもうカップケーキにしよう、似てるよね、蒸しパンとカップケーキって。なんでちょっと方向転換。あ、アイスありがとう。しかもさっき配信前に気づいて、なんで夜のクッキング、すごい、めっちゃアイスありがとうございます。急な方向転換やります。でもめっちゃ材料はもう本当に超簡単なもので、はい、ということで、まあ多分こんだけ時間があれば終わるはず。アイスありがとう。なんでこんなにピューピュー言うんだろう。換気扇つけとんかと思ったけどつけてない。味も似てる。いやでもやっぱ蒸しパンの方がヘルシーな感じあるよね。そんなことない。あ、でも今回の、そう、バター使ってない蒸しパン。でも今回のカップケーキはバター使わないサラダ油で作る、本当に材料は蒸しパンとほぼ似てるんですけど、蒸すか焼くかが変わっただけのものを作りたいと思います。ということで、まずはエプロンをします。
後のデザートそんな感じで。可愛いでしょ、花柄です。ということで、超簡単です。作ったことないけど、このレシピで。なんとですね、これに頼ります。もうホットケーキミックス、これは1個 150g か、万能です。もうこれがあればどうにかなる。卵、砂糖、牛乳、サラダ油、ホットケーキミックスです。なんかね、本当はもっとなんか入れたら、なんか、なんですか、なんか入れたらっていうのは、そのトッピングとか入れた方がなんか多分2倍も良くなるんですけど、まあそんなトッピングがあるわけもなく、シンプルです。なんかトッピングしてみようかな。めっちゃアイスありがとうございます。板チョコとかない？ある、すごい、そうやん。私あれやわ、チョコ、なんか昨日だっけ、あれ配信で、あ、一昨日か、配信で出したチョコあるじゃんか、あれをさ、なんか持ってくる、あれをさ、なんかこれ明日持って行こうと思うんだよねって言ったら、絶対溶けるよって言われて持ってかんかったんよ。でもうホテルにずっと置いてて、でそう、これ食べる時を失ってたので、これトッピングにします。いいのがありました、これにします。なんかね、これ現場でもらったクレイジーソルト塩ナッツ、これも入れようかな、別のやつに。何種類か作ろう。え、ナッツは絶対合うよね。これしかもめっちゃ美味しいらしいよ。ちょっと食べてないんですけど、塩味が味噌、え、美味しくない、合わない、え、嘘、合うと思って持ってきたんだけど、これ合わない。いや、これはこれちょっと名前がちょっと確かにあれですけど、これはこういう商品があるんですよ。え、あ、塩味合わないかな、甘じょっぱいみたいな感じになるかな。それ美味しいよって、なんかめっちゃ美味しいから食べてってもらったんですよね。意外と合うかも。まず卵1個。あ、
卵1個ボウルに割り入れます。料理番組。ほんでですね、砂糖大さじ3、砂糖あれこれだっけ、砂糖が夢だったかな、買ったの。違うって、これは、これグラニュー糖、この沖縄の恵み糖、これこれ本当に本当にこれ、絶対嘘だ、今適当なこと絶対適当なこと言った、言ってないよ、言ったよ適当なこと、これじゃないってば。え、これ砂糖よ、知っとるよこれ砂糖なの。違う、私上白糖買ったもん。なんでこれじゃダメなの、これ少ない、少ないな、まあいいんだけど、まあじゃあこれ入れるわ。砂糖、まあ何かしらの砂糖大さじ3です。じゃあこれね、足りんわこれだけじゃ、やっぱグラニュー糖も入れよう。ミックス、夢だったん、なんか買ったと思ったんやけどな、夢だったんかな、なんか上白糖、あ、上白糖っていう、あのさ、なんかちょっともったりしとる砂糖。上白糖って今日のガチャガチャね。そうそうそう、あの赤の買ったよね。知らん、え、夢かな、うよそ見をしていたらあのこぼれます。大さじ3、スプーンのやつか、あーそう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 、うん、それかな、赤いパッケージみたいなやつかな、まあ何でもいいんです、甘くなれば。
もう軽量カップは？わあった！夢じゃなかった。夢じゃなかったよ。あったよ。あったけどもう入れた大さじ3。ね、軽量カップどこ？どこいた？下。ありました。ここ置いとこう。こんなにさ、ないよとかって言っとったらさ、部屋が本当に なんか物がいっぱいで散らかっとると思う。いつもそこに置いとるじゃん。え、じゃあ使っとんじゃない。ちょっと一回ミュートにしようかな。ねえ、なあ、もう嫌やこの家。この家嫌や。うるさい。うるさい？いつも探してるね。なんかさ、ないんだよね。あ、どっか行った。まあもういっか。何の量を測らん？牛乳。じゃあ、あの測りに置いたら。グラムと cc ってイコールじゃないんじゃない？イコールやろ。そうなの。100グラムイコール100 cc なの。違う。それは液体によって違うんかな。わかんない。一緒なん。一緒だと思ってた。一緒かも。わからん。一緒じゃない。違うんか。水は一緒だ。なんかさ、算数で習った気がする。あ、計量カップ、あ、これ使えばいいか。これ15ミリやもんね。そうなん。大さじは15ミリやな。グラムじゃなくてミリだ。大さじは15ミリで、あ、大さじが30ミリで小さじが15、あ、違う、大さじが15ミリで小さじが5ミリ。ミリな。ミリリットルだよね。あれ違うっけ？え、ちょっとあるよ絶対。あ、そ、え？見えん、こっから体積、え、ミリリットル、グラム、わかりません。何、その哺乳瓶で測れば。哺乳瓶ってどこ？あ、これ、え、それ哺乳瓶じゃない、うん、哺乳瓶だけど。これ結構正しいんかな、知らん。なんかこれ見せかけのさ、見せかけの哺乳瓶なんそれ。いや、わかんないけど。光るやつ、そう、これなんかお祭りでね、ほら。光るんですよ。もらった、もらったっていうか自分が買ったんですけど。はい。あの、あ、あれですよ、自分のです。ここでさ、つまずくと思わなかったよ。じゃあもう、え、もうそこ絶対ある。え、そこのさ、開けた？下開けた。フライパンのとこ開けた。なかった。なかった。あんまりなかった。あんまりなかった。わかる。そこは、そこってどこ、そのカゴどこにもない。そう、消えた。洗ってここに置いたんかなって思ったんよ。あ、あった。あったわ。怒っとる。怒らんとって。ありました。お騒がせ、お騒がせ、うん、だお騒がせ、お騒がせ、お騒がせしました。
間違えました。え、これの、 あの水のとこに入れたい。牛乳 60cc です。うわん、うん、牛乳 60cc。 OK。 夕食作りですか？違います。あのお菓子、バナナもあるけんさ、バナナも乗せて、フルーツ乗せたら美味しそう。サラダ油 60cc。 ここが違うとこですね。バターを入れない、このサラダ油で作るという。うわ、なんかこれ大丈夫なの？すごい、あの分離しちゃったけど。まあ分離するよね。泡立て器で混ぜよう。分離しました。あ、全然見えない。見えませんでした。そうですよね。あ、分離が終わりました。そう、サラダ油を 使います。あのバター使わない代わりにサラダ油です。でホットケーキミックスは150なんで、これ1袋。ASMR です。朝だよ、みんな。朝だよ、朝ごはんだよ。これを入れます。で、もう焼くだけよ。簡単やない？そう、ん？切り味が悪い。すごく切り味が悪い。ん？切り味が悪い。切り味が悪いハサミ。それね、私がテープ切りまくったけ。なんかベトベトしてる。歯が全部。ハサミがない。ハサミがない？もう手でいきます、こうなれば。あの切れ味はなくなりました。はい、全部入れます。燃えるゴミだと思いますか？燃えないゴミだと思いますか？燃えるより、燃えるよりかな。さあね、自治体による。確かに。うちは燃える、燃える、燃える人が多いかも。もう美味しそう。もう完成と言っても過言ではありません。
うまそうでしょ。あ、過言ですか。なんかさ、こういう状態でさ食べたらお腹壊すって言うよね。ねえ、はい、これに入れます。なんかあの7割あ、ホットケーキミックスって膨らむので、なので7割ぐらいまでに入れないと、これ満タンにしちゃったらもうバーンってなるので、ちょっと余裕を持って入れます。キレゲー？なんだって？キレゲーとは別に、そんなキレゲーじゃないですよ。何個できるかわかんないや。まあ、え、これ全部8個ぐらいあるんだけど。マジで取りづらい。なんで？落ち着いて、もうすっごい落ち着いてる、もう落ち着きすぎよ、もう。180度予熱しときます。はい、オッケー。じゃあこれを流し込みます。これにどうやって流し込もうかな。スプーン、お玉、これにしよう。これちょっとなんかでっかいスプーンみたいな。うわあ、こういうの苦手です。ちょっと見えないかもしれないんですけど、見えないかな、見えませんね。うわ、見えません。ちょっと継ぎ分けるの、こぼすやつ。そう、うわあ、やばい。チョコレートはさ、あのトッピングするんだけどさ、どんぐらいに割った方がいいと思う？もう跡形もないぐらいに割ったらさ、それよりかは食感がある方がいいよね。ん？食感？もう絶対美味しいじゃん。そうだよ、召し上がれ。チョコチップぐらい？溶けるので大きめ。確かに溶けるよね、焼いてたら。
これ板チョコだからさ大きめにしよう。ね、思ったよりもこの8個もできないわ。そうだよね、そりゃ。よそ見してたらね、こぼしまくり。でもよそ見がやめられない。困りました。まあいいや、集中して。わかった。こんなに頑張ったけど多分使えませんね。カップケーキガチ勢だから。マネキューはね静かなんですよ。ねえ。ね。マネキュー。何？何をやってるんですかあなたは本当に。ね、怪しいでしょ。なんかピュー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 ね、風みたいな音がしてるんですよ。え、ショールームには入ってないかな。入ってないと思うんですけど、え、入ってるかな。なんかずっとなんか風が吹いてるみたいな音が。換気扇だと思ってた。そう、私も思ってたんですけどね、ついてないと思う。聞こえる？何なんだろうね。なんかもう倍量で作ればよかった。4つぐらいしかできないんだけど。倍の量ってこと。倍量、倍の量。ヘルメットみたい。え、これ大抵ヘルメットみたいなんじゃない。ボール、ココア味でもう一回作ろう。え、美味しそう。確かに。でもココアが家にない気がするんだけど。味変えるのいいね。とかやってさ、これさ本当はさもっと少なく入れないといけないのにさ、どうしよう。もうこんなモリモリになってさ、膨らみすぎたら、まあ、いっか。ありえます。オッケー。終わりました。嘘です。このちょっとも無駄にしない精神こさげます。アイス、ありがとう。
ーブの音じゃない、あ違うね、どのっぽい、オッケー、なんか見てください、4つちょっと少ないけど、まあ、いっか、次チョコをトッピングします。このチョコをトッピングするのはもうプレミアムですね、なかなかリッチですよ。ね、贅沢すぎ、超豪華です。あ、やばい、余熱が終わった、どうしよっかな、なんかやおい、めっちゃ、まあなんかフィーリング、あっやばいやばいやばい、早く急げ、ポンポン、え、なんか大丈夫かな、え、ちょっと待って、クレイジーなんちゃらかんたらソルトナッツみたいなやつちょっと盛り付けるあれないわ、え、なんかどう、雑すぎ、まあいっか、大丈夫、大丈夫だよね、大丈夫だ今魂抜け取ったよ、なんかもうすごいびっくりした。じゃあ12分から15分焼くらしいです、焼いてみます、バナナ、あ、忘れてました、まあいっか、今日の口癖はまあいっかです、何事もまあいっかで乗り越えられます、なんかあってもまあいっか、もう一個作る、作りたいっていうか、せっかくね、もう出しちゃったんだよね、そしたらさ、時間がさとんでもないことになる？食材はまだ余ってるよ、砂糖も見つけたしね、今何分なの？あ、47分？なんか結構あれだね、多分15分ぐらいは食器とか、なんか探してた感じの時間です多分。アイスありがとうもう一回いける？もう一個作ろうかな、あ、で、終わるかも、ちょ、待ち時間にじゃあ作りよくは、眠くなった、充電したいと思ったけどさ、うん、私が充電しようって、そこにあるんか、うん、充電する、 2% しかいいよ、して、どうぞ、え、今充電しよった、うん、充電しながら配信しよる、いつも、はい、これ取りに来て、ほんだ取りに来いよ、はい、ありがとう、
あのさあこう2回目作るってなったとしてさ、まあ、ないかもしれないんだけど、そんな状況が、この食器洗いますか洗いませんか、もう私は洗わない派なんですけど、洗わない、洗いません、じゃあ洗わないです、そうだよね、じゃあ卵を割ります、あ、めっちゃ殻が入りました、じゃあ殻入りにしよう、なんちゃってなんでそんな首振るん、いいじゃん別に、なんか拒否されました、 OK、あ、そうだ、これする、ちょっと使いたかったんですよね、やっぱりお砂糖、カルシウム、でもさ、なんか多分こういうカップケーキに殻入ってても分かんないと思うんだよね、ガリってなる、なるかな、なんか焼き上がったらさ殻もいい感じにこう、わかんないけど切れ味が悪いハサミで切ります、わかんないからやめて、あ、入れるの殻を、入れませんよ、砂糖大さじ3、これ可愛くない、鍋みたいな大さじの測るやつ、あ、むずいな、可愛いよね、全然出てこない、6分、あと6分です、あんまりさ配信中にさ同じもの2回作る人っていないよね私が初めてです、知らないですけど、まあ大さじ3、全く同じものを、あのあれ1回目はリハーサルでこれ本番ループ、そうです、ショールームループするんで、昔さこのお砂糖がさおばあちゃん家に置いてあってさ、砂糖泥棒してたのよく、あのなんか砂糖が舐めたく、砂糖舐めたくってどうしても、で目を盗んで、おばあちゃんの目を盗んで台所に行くんですよ、で砂糖をこう取ってビシャビシャって食べてうわーってなってっていうのを 何往復もしてダイレクトに、そう砂糖だけ、砂糖が美味しすぎて、直で、じゃあ直でカフカフとかってやってないですよ、そうじゃなくて普通にこうなんかスプーンとかでこうすくってよくやってた、うん、砂糖が好きで、え、子供の頃こういうのやったことあるっしょ、ない、そんなのねえよって、あるよね、体
仮暮らしのマイキュー、もう仮暮らしどころか自分で生活してなかった生活はしてるんですけど、雇われじゃないな、なんだっけ、こういうのなんていう、小学生とかの時ですよ。養われ、それだ、養われのマイキューです。60、マネキューも砂糖泥棒してないよね。私が砂糖泥棒しとったの知っとった？知らん。どうでもいいよね、そんなの。そんなことしよった。え？そんなことしよった。え、砂糖舐めたりするやん。せん、うん、ああ、本当に。そうか。あ、焼けてるみたいなコメントが来て、そうだと思って。こうさ、チョコさ、中にも入れた方が絶対美味しかったよね。え、めっちゃ膨らんどるよ。すごいんだから。ねえ、中に入れたら豪華でうまい。切れ味が悪い。何回言う。本当に切れ味が悪いんだって。どうしよう。あ、その水色の方か。いや、赤い方も。悪くさせてしまった。あ、そうなん。ごめん。いいよ。歯で噛みちぎる。おばあちゃんじゃないや、おじいちゃんリスペクトうちのおじいちゃん何でもかんでも歯でねクッってやるんですよ。でもちょっと不衛生かも。すいませんすいませんでした。不衛生らしいです。やりましょう。ものによる。え、あ、もう終わっちゃうんだけど、なんか足りてる？足りてるっていうか、大丈夫？これもうちょっと焼いた方がいい気がするんだけど。勝手に増やしました。なんかね、焼き目がね、まだあんまりついてない感じがして。あ、チョコがいるからかな、わかんないや。なんか焼けてんのか焼けてないのか。すごい、炊飯ジャーはコッコに返したんでびっくりだよ、この今になってこのコメントが来ることに感動するぐらいびっくりしてるよ。めっちゃ昔のネタやん。それな、いつの話だ有名な話な。有名な話かもしれんけど、返したことも有名になってほしいんやけど、その借りたことだけ有名になってしまってさなんか返した事実が誰も知らんかったら困る。びっくりした今、そのコメント久しぶりに見た。なんで借りたん？え、なんで借りたんって、あ、じゃ借りたんじゃなくって、
なんか持ってきてくれたんよ確か。あのご飯その時にコッコさんが納豆チャーハンを振る舞ってくれて、で炊飯器を確か貸してくれたんよね。持ってきてくれた。なんで返すか。いやそのまま置いて帰ったんよ。でまあお米も入っとったけんね。お米入っとったと思う。まだ。そうそうそう。え、どういうこと。え、炊飯器の中全部のお米を多分使わんくって炊いたけど、ずっと入っとったってこと。え、そうでカビが生えたんよ。あ、そうえ、そうで、カビが生えて、カビが生えましたみたいな言ったら、なんかちょっと一部でちょっと炎上みたいなして、炎上っていうか、なんか返せみたいななって。え、コッコさんは怒らんかった。え、コッコさんは、やべえじゃんみたいな感じ。いや、そう、カビが生えたの。あ、終わったわ。え、で、カビ生やしたまま置いといた。いや、ちゃんともう反省して洗ったよ。え、違う違う違う、どれぐらい置いといたの。え、どれぐらい。いや忘れた。どれぐらいだったかな。まそんな昔の話覚えてないよ。ああの早くしてって。あっやばいよ。焦げた。焦げ焦げてない。え、見て。見て、溢れてる。焼けとる。焼けた。え、焼けたんかなこれ。焼けてないんかな。ちょっと待って、竹串みたいなの刺したらわかるよ。これに ついたら焼けてないし、つかんかったら焼け。あ、どうなんだろう。もうちょっと焼いた方がいいんかな。でもこれ以上焼いたらさ、もうさあれだよ、もうやばいよ。美味しそう。え、あのさ、うわっ、え、微妙だ。まだもうちょっと焼いた方が良かったかも。焼こう。なんで。怖いやん、生だった。確かに。でもちょっと見てほしい。見やん、見して。やばいんだって、うん、本当に手に負えませんこのカップケーキは。本当にもうちょっと減らせばよかった。なんかカップもうない。いやあるよ、全然ある。まだ4個しかできませんねとかって言ったらさ、全然めっちゃできる感じだったわ。何がやばいの。え、なんか本当匂いはね。ちょっと待って、あれが欲しい。汗かいた。汗入りカップケーキは努力が詰まってる。まあちょっと見せたいと思うんですけど、皆さん見てください。今こんな感じなんですよ。ちょっと生焼けなんですけど、これだけ見たら、まあ、こっからこのアングルはいいと思うんですけど、びっくりするのがここのアングル。見てください、落ちた。膨らみすぎて落ちた。やばい、膨らみすぎて落ちたんですけど、どうしたらいいですか。何が落ちたの。え、あのカップケーキの頭が落ちたんだよ。え、だから今から移植するわ。移植。うん、こうもう一回上に乗せてみる。あ、ね、まあいいんじゃない、焼けたら。まあいいや、もう一回焼こう。オーブン余熱から始まる。でもね、見た目は美味しそうよ、すごい。でもちょっとね、まだ生焼きですね。だいぶ生焼けですね。だいぶ生焼けです。でも生焼けってことはですね、これ以上膨らむってことなの。え、どうしよう、もうこんな、もう、え、爆発寸前、やばいよ。
なんかホットケーキミックスにこんなに膨らむ力があったとは知りませんでした。もう一回焼きます。あ、まだです。どうしよう、終わんなかったらどうしよう。終わんない可能性出てきた。ナッツ乗せないの？乗せようかな。足りるん？何が？カップ。カップ足りるよ。さらにもう一個買ってきた。あ、そうか。そうよ。え、じゃあもっと使えばよかったじゃん。え、違うんよ。なんか思ったよりも膨らんないよ。どんぐらい入れた？え、4個に分けて入れたいんけどさ。どれぐらい？え、なんかそのサイトにはなんかカップの7割までは入れてくださいって書いて、膨らむけんね。満パンにはせずに7割、だけ7割ぐらいにしたつもりだったんやけどさ、なんか思った以上にもっと膨らんで。学びました。こうやって学んでいくのです、人間は。失敗をし、そうだったのかと学んでいくのですよ。続きは焼かないの。あ、あのね、焼きたいんだけどね、ちょっとまだ余熱が。チョコの分傘が増えたのでは。ねえそういうこと。ちょっと中にもチョコ入れてみます。アイスありがとう。余熱待ち。23時？あ、もういいですって。再開します。焼き、日曜日も終わり。ほんまや。なんか日曜日っていう曜日感覚がないんで、あんまりあれなんですけどね。泣かないで。えーってやばい、さっきのミスを反省せずまたいっぱい入れてしまった。姉貴、夏休みあるって。あるん？ない。ないん？夏休み、うん、ない。逆に夏休みってあるん？社会人になって。そう、有給って取るってこと？ああ、ある、ある、あったこともあるかも。あ、そうなの。あ、お盆休み。あ、お盆休みね。なんかお盆休みって10、え、何？ 8 月やんね。お盆休みプラス有給。うん、それはあれによるやろ、仕事、あ、その会社とか。うん、1週間ぐらいお話し会やったり。8月11、12がね、そうです、お話し会。
ちょっとチョコと塩ナッツにするわ。え、合うのかな。有給で夏休み取る。なんか私の高校生の時から仲がいい友達がいるんですけど、その子がなんか有給とお盆を掛け合わせて長い休みにするみたいな言ってました。塩対応の、そう、塩対応っていうかもう塩超えて本当に唐辛子みたいな対応してくる友達がいるんですよ。もうなんかすごいんですよ。すごい、その高校生の時に仲良かった友達がいるんですけど、誰か分かったか、唐辛子で、もう本当になんか塩とかじゃないレベルの、その友達とはね全然ね会ってないんですよね。まあね、ちょっとね、その子も社会人もう働いててなかなか休みも合わないし離れてるので、愛媛にいる子でもなくて、ね、そうなんですよ、会うことはなかなかないんですけどね。これ載せます。でもなんかさ、確かにさ、なんか今日新幹線乗る時とかさ、なんか隣に座ってるなんか女子高生かわかんないんですけど、2人ぐらいの女性の子がいたんですよ。女性の人がね2人いたんですけど、なんかずっとなんか大阪から、大阪じゃない、東京から広島までの新幹線でなんか大阪降りるみたいな話横でしてて、なんかユニバに行くみたいな話をしてたんですよ、ずっと。もうなんかユニバに着いたらなんとかでなんとかでなんとかでみたいな話してて、めっちゃええやんと思って。そう、夏休みだよね。なんか家族連れとかめっちゃ見てなんか夏休み感じたわ。カップケーキ大丈夫？え、忘れてた。やばいやばい。ちょっと待って。定期的に思い出す。カップケーキの存在。いや、私ね、そう、C 席に座ってたの。その子たちが A、B に座ってて、私 C 席に座ってたんですけど、もう本当に、笑顔で送り出しましたよ。私大阪、そのなんか最初の時点で大阪にどうのこうのみたいな会話してて、睡眠時間は削ったみたいな、大阪で降りるんだってユニバみたいな話してたから、私じゃあ絶対大阪で降り、起きないといけないなと思って、でパッて大阪で起きて、でもう本当に頑張れよって楽しめよって思いながら親戚でもうこうやって必死にこうやって縮こまって、そう、ちゃんと送り出しましたよ。それは東京から、そう、東京から乗っ取って大阪で降りる子たちだったよ。いいね。いや、いいなと思いましたね、本当に。ちょっと一回これストップできるのか。え？あ、ちょっと開けてみた、もうなんか申し訳ないけど開けました。え、なんかいい感じ。どう？見て、パンパカパーン。なんかちょっとこぼれかけてるんだけど、こぼれかけてるしさ、いやまだ焼けてないかもね。もう焼けないんだけど、一生表面しか焼けない。どうしたらいい。ちょっと新しいのにしよう。表面しか焼けません。だからもう表面食べてまた焼いて、表面食べて焼いてするしかない。あ、でもあ、これは焼けてるわ。あ、ん？どうだろう。お、お、焼けてる焼けてる。なんか
でもちょっと気持ちもう焦げるぐらい焼いとくわ。あんまり電子レンジに良くないことしてます。もうよく焼き、よく焼きパンケーキ、あ、パンケーキじゃなかった、カップケーキ。オッケー。もうちょっと焼きます。レンジなの？オーブンちゃうの？なんかレンジ兼オーブンみたいな兼任。ハイブリッドだから。オーブンレンジ、あ、それそれそれ。じゃあこれ乗せてみます。めっちゃ美味しいらしいよ。あのこれ何やっけね、これカシューナッツ、カシューナッツっていうが乗ってます。あとアーモンド。あ、ピーナッツもおるわ。3種。カシューナッツと、ん？カシュー、ん？カシューナッツ、カシューナッツ？カシューナッツか、うん？うまが。お！もうこれ、一人だけ異質な、これ、あれだわ、なんだっけ。カシューナッツとピーナッツとアーモンド以外のナッツのこれ、なんだっけ。マカダミア、それ、あのチョコに入っとるやつやんね。これ、一個だけ入っとった。あのアーモンドが多い。うん、あ、おいしい。なんか塩辛合うかな、なんか合わんかったらどうしよう。のせました。じゃーん、あ、見えん。じゃん。まあ合わんかったら合わんかった時やね。今回はあのあれ4個やったけど5個にしました。5個で作った。同じ分量。間に合う？23時？ナイス、ありがとう。1時間踊ります。踊って待ちます。できる音がしてきた。わっ、なんかチョコが上に乗っとったらさ、あ、なんかすごい、チョコが上に乗っとったらさ、焦げたんか焦げてないんかよくわからんのやけどさ。じゃーん。なんかこの焦げはチョコです。あ、焦げじゃないです。じゃーん。いいんじゃない？熱い。
暑い。もう一回確認します。生焼けじゃない。うん、焼けてます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 。全員クリア。食べる？うん、食べようかな。どうしようかな。食べる？食べるよ。食べんの？食べよう。お腹いっぱいない。わかる。夜ご飯がね、夜ご飯めっちゃ食べたんですよ。本当にもう苦しいって思うぐらい。そしたら、もうお腹いっぱいで。でもデザートは別腹じゃない？確かに。ポンポン。え、どうした方がいいよね。じゃあ半分くしようや。あ、そうしよう。一個は多いね。こっち行ってもいい？今。いいよ。食べたいけど全部食べきれるかわかんないけど、結構一個がさ、重量がもうドシッって感じなんで、なんでちょっと半分こします。無理せず。これだけピーしてからいきます。あ、また間違えた。食べた方がいいんじゃない？さっきの。どう食べた方がいい？かぶりつく？それとも任せるよ。で、半分こう、は、あの、ハサミじゃない、包丁でする？ハサミ。
包丁で半分くする、うん、え、この包丁で、あ、え、あ、え、包丁って、あ、じゃあこれ、え、この包丁大丈夫そうな包丁これ、うん、乳糖、乳糖、まあさ、カップケーキこんなことない。熱い、か、髪がさ、髪先にこうベリベリってすればよかったね。確かに。髪についてるよ。え、なんかついてる？え、なんかついてる、うん、なんか白いものがついてる。そう、ホットケーキのかな。え、どこ？右。え、どこ？右上、前髪。あんまよ。お、ふわふわな毛がついてた。うわ、その服かわいい。かわいいろ？トップス？ちょっとこれ見せよう。見て、あの剥ぎ取ったあの外側のさ、カップをもう剥ぎ取りました。割りました。美味しそう。え、チョコが美味しそう。え、この断面図焼けとるよね。うん、焼けとる。それではいただきます。まだ焼き中ですけど、いただきます。結構熱いね。そう、カフカ、これチョコの部分が絶対美味しいよ。めっちゃ熱い。うん、美味しい。うん、甘さ控えめじゃない。うん、嘘、甘い。あれ、嘘。うん、うん、なんかしょっぱい。え、しょっぱい、しょっぱくない。どこが、もう一回。ん、しょっぱいかな。え、甘いって言ったじゃん。うん、え、うん、カップケーキは甘い、甘い。チョコがしょっぱい。え、チョコしょっぱい。うん、え、なんかチョコが焼けて、なんかベイクドみたい。チョコに塩入ってるよ、それ。あ、そうなん。どれの？チョコ、これ。なんで塩入ったの？知らんよ。え、チョコって塩入ったの？違う、そのチョコは塩入りなんだ。うん、美味しい。そういうことか。なんかホクホクです。え、何のチョコ？うまい。何のチョコ？なんかね、豪華なチョコ。しょっぱいと思わんかったけど。じゃあチョコの部分だけちょっと食べてみて。カリカリで、そう、ベイクドチョコみたいな。ね、しょっぱくない？そのチョコ。びっくりした。言われてみれば、なんかあったかいけどこんなもんなんかと思った。しょっぱいか。うん、しょっぱい。あ、でも美味しい。じゃあ甘じょっぱくていいじゃん。うん、甘じょっぱい。で、ナッツも塩だからさ。ナッツどこにあるの？いや、ナッツ入ってない。ああ、これ。あの、焼きよりやつ。うん、美味しい。うん、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 うん。食べ過ぎたと。楽しい？いいじゃん。
別に良くない？まあ、いいか。なんで塩入れた？入れてない。チョコにチョコが塩入りでした。塩入りのチョコでした。砂糖と塩間違えた。違うよ、砂糖入れたよ。てかホットケーキミックスってさ、割とまあ味ついとるやんか、プラス砂糖入れとるけんね。うーん、確かに。うんうん、ごちそうさまでした。うんうんうん、私もいくつか欲しいです。複数個求めとる。うん、喉が湧く。わかる。おいしい。ちょっと待って、やだ、でかい。アイスありがとう。なんか何した？これなんかね、ホテルの、ホテル、うん、ホテルの、うわー何回ね、これ見せていい？うわー、なんかすごい飲んだことがあるような味なんだけど全然わからん。美味しいよ。ホテルの朝食とかに出てきそうじゃない？そんなことない。ゴンチャのやつ、これのさ、ミルクティーがめっちゃうまいみたいな、聞いたね、話題になってなかった？ジャスミン、え、確かになんかちょっとなんかね、ピーチでこれ、でもなんかジャスミン要素みたいな入ってない？なんかピーチだけじゃないよね、これ。見して。はい。なんか、なんていうかな、なんか風味がすごい。なんやろ、ピーチだけじゃない。ウーロンって書いてある。あ、ウーロンなん？え？なんかそのさ、ピーチウーロン。見た目にさ、葉っぱみたいなのがあるじゃんか。その葉っぱは何なん？葉っぱ？でも桃と絵に葉っぱみたいな。桃果汁と。ウーロン茶しか入ってないよ。葉っぱはイメージって書いてある。葉っぱはイメージ？なんだと？これがイメージなんかな。なんかジャスミンみたいな、なんかちょっとでもジャスミン癖がある、若干。ミルクティー売り切れてんだ。そうなん、ミルクティーは甘いよね。甘すぎるかな。ミルクティーはでもまあ、あ、でも美味しい、甘いもんよね。すっきりしとる。甘さっぱりすっきり。ピーチ、ピーチ、なんか目つぶってさ、なんでしょうって言われたらピーチって答えられるかもしれない。うん、なんかウ
ウーロンと混じってなんか、うん、なんかあんまりなんか普段は飲まん感じの味。紅茶でこんなん飲んだ。飲んだ？多分。でもゴンチャのさミルクティーはあっさりして結構美味しいと思うんだよね。うん、今焼いてるの大丈夫かな？あと何分だろう。ちょっと待って。1分43。時間追加。ナイス、ありがとう。追い焼き違うよ、あの押しても10秒しか上がらないよ。12、13、14、15、16、17、18、19。全然あの1分単位じゃなくて10秒単位で。今何時なん？間に合ってよかったわ。35分？おお、全然間に合ったやん。よかった。アイスありがとう。もうお腹いっぱいです。すごい頑張った、ありがとうございます。サラダ油感じる？いや感じないね。バターは感じると思うけど、サラダ油なんかヘルシーよね。ちょっと、うん、さっぱりだ。うん、さっぱり。お料理配信恵方巻き以来？いやそんなことないと思うんだけど、いつ以来かいね。なんかねちょいちょいね深夜にね、深夜っていうか、まあ、この時間帯に間に合うかと思いながらお菓子を作ることはあるんですけど、うん、久しぶりな気はする。お菓子はよく作る。なんかご飯はねもう食べちゃってることが多くて。わあありがとう。プリン以来？いや、なんか作った気がするんだけど記憶にないな。あんまりプリンも作ったけど、うん、ちょっと待って見てくるから。まだまだまだかかりそう、
おにぎり食べた、食べたよ。ちょっと心配しながら食べましたよ。私昨日あんだけさ配信でさ冷蔵庫に冷やしないでやばいって言われたからさ、終わった後にさ、あと昨日お昼にうなぎのお弁当が出たんですけど、うなぎ弁当となんかお吸い物がついてたんですよ。そのお吸い物はこうお湯で溶かして作るタイプのお吸い物で、でお湯がなかったからその現場には、だから持ち帰ってたんですよ。なんでお吸い物溶かしておにぎりとお吸い物でひたすら食べました。肝水、え、それかな、わかんないけど、なんかお吸い物ついてて、なんなの肝水ってよくわかんないけど、もう好きに食べました。牛の日の前、あ、そうなの、今日が牛の日なの、あ、違うか、え？あ、違うか、え？いつなの土曜の牛の日って、あ、24なんだ、水曜日、今私土曜日だとずっと思ってたわ、その土曜じゃないんか、水曜日。まあね、我が家中村家はねうなぎを食べないんですよ。え、うなぎ食べたことある？あると思って。え、でもさ食べんよね家で。食べん、ね、どっちでもいいやって感じ。何どっちでもいいやって、うなぎを食べるか食べんか、まあ、食べるか食べんか、そしたらまあ食べんになるよね、どっちでもいいんだったら。ないんですよね、あんまり食べることが。あ、待って、あるわ、食べ歩きで食べた。うん、美味しかった。あれうなぎや。アナゴじゃない。いや、うなぎだった。え、ペッタラポッタラ知ってる？なんそれ。あれアナゴかな。ペッタラポッタラっていう。ペッタラポッタラ。アズミンが言ってたペッタラポッタラ。何それ。ペッタラポッタラっていうなんか宮島にあるらしい。アナゴ飯。え、じゃあ穴子なんだっけ、え、魚の名前、うん、料理名っていうか、ペッタラポッタラ、アズミンがおすすめしてた、なんかペッタラポッタラっていう、調べてみよう、調べてみて、あれ穴子かな、なんかわかんないんだけど、よくわかんないんだけど、なんかその穴子が乗ってるような感じのなんかご飯、お店、あ、牡蠣、あ、これあれ牡蠣か、食べたことない。牡蠣とアナゴが乗ってるんだ。牡蠣か。あ、牡蠣食べれんのか。美味しそう。アナゴの方が美味しそう。中村家って貝嫌いよね。できました。てか、後から作ったやつめっちゃうまい。マジ見せたい、見せよう、ほんまに見てほしい、後から作ったやつの方が上手に焼けました。上手に焼けました。
1回目よりも学びました。美味しそうだよね。ペッタラポッタラ本店、え、何ペッタラポッタラ、ちょっとまだ私は食べたことがない。食べてみたい。あ、そう、焼きおにぎりに牡蠣乗せたみたいな、そんなやつ。ペッタラポッタラ、宮島に行った時にね、名前から想像できない。でもなんかいいネーミングだよね、ペッタラポッタラ。それって宮島にしかないの？え、わかんない。でもなんかあずみんが宮島で食べれるって言ってた。ちょっとよくわかんないんだけど、なんかネーミングが独特だから、すごいあの記憶された、すぐにインパクトある。ありがとう。そう、なんかうなぎはなんかお母さんが多分あんまり得意じゃなくって、でお父さんが魚も食べないから、そうだから中村家でうなぎが出されることはほぼなくって、そうなくって食べる機会が多分なかったから、食べる習慣がないあんまり。お母さんはあれです、食わず嫌い、え、食わず嫌いなんかな、食わず嫌いな感じするけど、アナゴは美味しいよ。アナゴも大人になって初めて食べたかも。アナゴも食べる習慣がなくって、で宮島のなんかアナゴのお弁当を食べて、そううまーってなりました。うなご好きよ。うなぎも美味しい、好きですよ。なんかね、すごい贅沢なことを言うと、なんか骨を全部取りたい。なんか私小骨が全部気になっちゃって、なんか小骨食べる系の魚も食べれますよみたいな、そのまま食べても大丈夫ですよみたいな時も、そういう魚もなんか小骨がすごい気になって、なんかちょっとの口の中の攻撃されたら気になっちゃうんですよ。なんかうんうんってなって、小魚もそうだね。でもなんかその宮島で食べたアナゴ飯お弁当、なんか撮影で食べたんですよ。そのボムの撮影で食べたんですけど、それはマジで一つも骨がなかったんですよ。だからめっちゃ食べやすくって、小骨の食感なんかね、刺さるんですよ。なんかチクチク、あれですね、骨が入っててもなんか骨が柔らかくってあんまり気にならないかったらまあ大丈夫です。でもたまにすごい攻撃的な骨がいたらちょっとあーってなります。
昨日食べたうなぎはバリバリ小骨あったんですけど、でもあれは美味しさが勝って、小骨はちょっと痛かったけど大丈夫だった痛かったよちょっとだけね。なんかね、そう、小骨がねどうしても気になっちゃって。美味しさ VS 小骨。シャコ食べたことあるか？シャコない。シャコないけどさ、シャコの顔がさ忘れられなくって、なんか寿司屋で見たシャコの顔、なんかすごい顔つきできたんですよ、シャコが。え、普通顔つきでくんの？わかんないんだけど、なんかこんな感じ。しかも3人いて、こう三角形でこんな顔してて、そのシャコの顔ちょっと忘れらんないわ。なんかやっぱ一人じゃなんかちょっと細いから、痩せてるからシャコ。ちょっとシャコはね、あれエビなんかいね。でもなんかちょっとなんて言うんですか、見た目がちょっとね、こうなんかちょっとなんて言うんですかね、ダメだ、なんかいいように言えない、ちょっと、顔がついてたからかな。シャコエビじゃない、あれシャコってなんなんかいね。ヤドカリ？ヤドカリなの？ちょっと昔ヤドカリを飼ってたことがあるので、私はちょっとヤドカリはちょっとね、昔ヤドカリ飼っとったよね、覚えてる？ちっちゃいの？ちっちゃいのっていうか、ヤドカリ、なんか海でヤドカリ捕まえてくるんよ、こうバケツに。で、買っとったかも。でこう置いといたらヤドカリが成長してこう貝から出てくるんよね。で新しい貝を探すんよ。だけどさ、ちょうどいい貝をさ見つけて入れてあげんといけんねんけどさ、なくってさ、そしたらさこう渦巻いたさヤドカリがこうやってずっとさ、そこまでは覚えてない。めっちゃ覚えてる。ヤドカリなんか海で捕まえてきて飼ってたんですよ。そう、引っ越しすんの。え？エビ飼っとったよ、私もうエビが一時期食べれなくなったのはエビ飼ってたからなんで。なんかいろいろ自然から捕まえてきて、こうやってヤドカリだとかエビだって捕まえてきて、こうやって水槽に入れてこうやって飼ってたんですよ。なんかちょっと小学生がやるちょっとね、ちょっとまあ閉じ込めちゃって残酷なんですけど。うん、別にあの食べるためにとかじゃないですよ、全然あの食べる用じゃない。エビもそうなんですか、こうなんですか、甘エビみたいなああいうエビとかじゃなくって、ほんとなんかなんですかね、体が透明のなんか川にいるこうなんかジャンって感じのエビ、なんかもう触覚もこんなジャギジャギって感じのエビ、なんかちっちゃめのこんななんか この辺がこうカーってなってる、お腹らへんが何エビなんかわからん、あれ。
何エビなんやろ、網で救う。そう、なんか一緒にいろんなものを捕まえに行く友達がいたんですよ、小学生の頃に。でその子と一緒に放課後毎日いろいろ行って、川とか海とかで捕まえて塩対話、塩対話高校の時の友達、小学校の時の友達がいる。そうなんです。海はいつも釣り行ってました。釣り、そうそうそう、なんか釣り行こうよみたいな、放課後釣り行かんみたいな、そのこといつもなって言ってた。何が釣れるの？なんかゼンゴっていうあのアジの子供、なんかこれ方言なんかな、分からん。ゼンゴって言っとったんじゃけど、なんかアジがまあこんぐらいとしたら、それよりもちっちゃいこれぐらいのなんか子供食べれるんだけどね、かカサゴが釣れるの。そう、釣り竿で。釣るんだけどね。いや、私餌つけたりその時できなくって、あの虫とかじゃなくて、あの何ですか、赤いさ、あのこうカゴに入れてさ、こうあれ なんだっけ、サビキ、サビキで釣ってたからさ、こう虫とかが触れなくてもいける、こうそう赤いちっちゃいエビのやつ、オキアミっていうのかな、カゴに入れてで投げて、針がいっぱいあるやつ。私なんかでも先端結構、先端恐怖症でさ、針とか結構怖いからさ、釣り結構うわーって思いながらやってたよ。針がね刺さりそう。そんな女子小学生見たことない。もういたんですよ、やっぱり田舎に住んでるとそうなりますね。ありがとう。57分、早い。57分だって。どんな気持ち？時間が足りん。それな。ちょっと男女呼ぼう。ひろみさん、くまねパパさん、しゅうへいさん、ふくたろさん、いてまえさん、あっさんさん、ライジングさん、ふくちゃんまるさん、かんてさん、あきとさん、ゆばしりさん、京極やくもさん。1位はドロッドドン、ケーキさん。え、ケーキさんで読み方合ってるのかな。ありがとうございました、ケーキさん。配信ありがとう、見てくれてありがとう。皆さん明日はマンデーですが頑張りましょう。ちょっとマンデーって言った方がさ、ちょっと嫌な気持ちにならなくない？どう？そんなことない。それでありがとう。あ、そんなことないか。おやすみ、あくびした。おやすみ。おやすみって言って。おやすみなさい。おやすみなさい。また明日。バイチャラポー。バイチャラポー。炊飯器は返しました。改めて炊飯器は返しました。ありがとうございます。
おやすみ。バイチャラポーは通じる？バイチャラポー通じるよ。そうコッコさん発祥だからバイチャラポー。バイチャラポー。バイチャラポーいいね。バイチャラポー。おやすみ。おやきゅー。またねん。おやすみなさい。皆さん、また明日。Good night. またね、またね。